はい、おはようございます。前川です。いつもね、動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。今日はですね、広告を作る上で大事な3つの、この3つのポイントっていうのをお伝えしていきたいなと思います。で、この3つのポイント何やったかっていうと、1個目はポジショニングですね、ポジショニング。で、2つ目は、ターゲティング、誰を集めたいのか。で、3つ目は、地域性ですね、地域性。この3つの、ポイントがあるよというお話を前回したと思うんですけども、今日はこの3つのポイントのその第1弾ですね。第1弾、ポジショニングです。で、ポジショニングはどういうことかっていうと、一体あなたは何ができる人なんですかってことですね。多くの治療家さんはこれをしっかり発信してないんですね。何ができるところなのかが分からないと相手も行くことができないんですね。なので、あなたは一体何をしている人なのか、誰のための何をしている人なのかっていう部分をしっかり考え出す必要があります。で、考え出したらそれをね、しっかり伝えていく必要があるんですね。なので、ここにこういう、何々整骨院ありますよとか、そんなんだけじゃもう不十分です。不十分。例えばですけども、今多いのが肩こり専門とか多いですけども、じゃあ誰のための肩こり専門なのかっていうことですね。例えば、肩こりから来る頭痛で困っている方専門の治療院ですとか、もしくはデスクワークをしていて肩が凝って頭痛で悩み抜いている方の頭痛専門医ですとか、そういうポジショニングですね。他とは違ったポジショニングをぜひ、意識してやってみてください。肩こりだけよりも、肩こりプラス頭痛とか、肩こりプラス吐き気とか、そうするだけで、他とは違ったポジショニングを作ることができます。そうすると、ちょっと悩みの深い人が来ますし、広告の反応というのもね、マッチした時にはすごい取りやすくなります。なので、あなたのポジショニングですね、ポジショニングは何なのかっていう部分をぜひ考えてもらいたいなと思います。で、この時によくある間違い、過ちなんですけども、ポジショニング1個じゃないとダメなのかなと思う人がいてるんですけども、全然そんな必要はないです。必要はない。なぜかというと、僕自身もそうですけども、僕のポジショニングって別に1つじゃないんですね。今動画見てもらっている方からすると、治療家の経営を言っている人っていうポジショニングだと思うんですけども、他の、まあ、僕が治療院で見ている患者さんからしたら治療科の先生ですし、僕の家族から見たら僕は父親、まあ、パパっていうポジショニングなんですね。ポジショニングは別にいくつあってもいいです。いくつもあってもいいんですけども、そのポジショニングを作り上げて、それを求めている人にしっかりそれを、提案していく。そうすることで、広告っていうのは反応が出ていきますので、ぜひその辺を意識して頑張ってみてください。そんな感じで、今日は終わっていきたいなと思います。では、次回ですね。次回は、ポジショニング確立した上で、じゃあ誰を集めたいのか、誰を集めようとしているのかっていう部分を、一緒に考えていきたいなと思います。ではまた明日もお楽しみに。さよなら。こんにちは。一人治療院集客の専門家、前川雅治です。いつも私のチャンネルをご覧いただき、本当にありがとうございます。私は日々治療院経営に関する有益な情報を発信しています。治療院経営をしていらっしゃる方で、集客に関する悩みがある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画をスマートフォンで見ていらっしゃる方は、動画下の赤いチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。また、一人治療院の方にとても有益な経営ノウハウが散りばめられた一人治療院集客プログラムというメルマガを無料で公開しております。手軽に読むことができますので、興味のございます方は動画下の説明欄にある URL からご確認ください。以上、一人治療科の集客の専門家、前川雅治でした。ではまた。